トン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 、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。今回はですね、なんとチキンラーメン1週間生活、よいしょ。さあ、それでは1日目、シンプルなチキンラーメンいただきたいと思います。うん、ビビビビビビ、すごく美味しい。この速さは最高ですね。これからいろいろアレンジして食べてみたいと思います。じゃあ今日はおやすみなさい。はい、2日目です。2日目はですね、なんとこちら、チキンラーメンつけ油そばでございます。作り方はめちゃくちゃ簡単ですね。鍋に水を入れ沸かし、麺を入れる。ほぐした麺だけ器に盛り付け、卵黄、ネギをトッピングし、ごま油とラー油をかける。そしてですね、残りのスープには卵白を入れ、かきたま汁にして完成。ということで、スープまでついちゃいました。最高の一品でございます。絶対にうまいと思います。食べさせていただきたいと思います。いただきます。うん、美味だわ。すごいね、ラー油がいいね。ラー油のピリ辛があって、よりうまくなってる。なんか台湾混ぜそばっぽいね。じゃあちょっとこれスープにつけて食べてみたいと思います、ね、こいつらにとってはね、最初の海だったわけですからね。本当は入りたいはずですよ。はい、お帰りなさい。これで食べてみたいと思います。熱い。すごく美味しい。このまま1週間乗り切りたいと思います。ニンニクチューブを少し入れます。赤レモンを。はい、今回のメニューなんですけども、こちらですね、春キャベツとチキンラーメンのサラダでございます。うまっ。これ食感が最高ですね。食感天国です。このキャベツとチキンラーメンのパリッパリとシャキシャキの食感、そしてこのね、味付けもごま油とレモンとニンニクですね。だからもうシンプルに食べやすいです。めっちゃいいですね。最高のサラダです。朝にぴったり。はい、本日のチキンラーメンはこちらですね、天津チキンラーメンでございます。ふわふわしてますね。美味しいですね。カニカマも入ってるんですけど、うん、天津麺っていうのありましたっけ。うん、天津麺みたいな感じですね。うん、はい、本日はですね、こちらチキンラーメンの炊き込みご飯が完成しました。めちゃめちゃ美味しそうですね。うまそう。いただきます。ビミ。はい、今日はなんだかんだね、シンプルなチキンラーメンの食べ方やってなかったなということで、ドシンプルに作ってみました、チキンラーメン。
わかりました。一周回ってこれがうまい。それではチキンラーメン生活が7日間経ちまして、今日が最終日となりました。今日はですね、チキンラーメンに卵を入れたものとチキンラーメンの炊き込みご飯を食べます。今日が最後ということで、皆さんと一緒に乾杯していきたいと思います。それではチキンラーメンに乾杯。茶飛んできた。それでは皆さん乾杯。1週間ねチキンラーメンを食べてみて思ったことがあるんですけど、やっぱりチキンラーメンは卵が一番合いますね。どの料理にも卵を使ったんですよ、チキンラーメンに。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。シェイシェイついて2回ダンス、よいしょ。More.